オーブラスチスポーツコンプレックスメタリスト、またはメタリストスタジアムはウクライナハルキウにある競技場である。現在はメタリスト1925ハルキウとシャフタールドネツクのホームスタジアムである。1925年、アナスタスミコヤンが精霊墓地の跡地に建設を発注して工事が始まった。1926年9月12日に開場し、 その当時はトラクターを製造する会社がスタジアムを公演していたため、トラクターという名で知られていた。UEFA ユーロ2 0 1 2開催のための改修工事を含めて、これまで4回の改修工事が行われている。南スタンドには3階建てのショッピングモールとメタリストアリーナと呼ばれるビジネスセンターが建設され、地元企業や銀行が入居している。また、薬局、病院、 旅行代理店などもある。2012年7月 UEFA ユーロ2012ではグループリーグ3試合が行われた。2016年ウクライナプレミアリーグの2015から16シーズンを終えたメタリストハルキウは財政破産のためスタジアムから撤退した。2017年2月ウクライナ東部の都市ドネツクに本拠地を置くシャフタールドネツクが ウクライナ東部の紛争を理由に、東スタジアムに本拠地を移した。2017年3月、メタリスト1925ハルキウがホームスタジアムにすることが決まった。2016年5月、メタリストハルキウが財政破綻したため、一時的にホームスタジアムとして使用するプロサッカークラブがいなくなった。しかし、2017年2月から、シャフタールドネツクが 2017年3月からはメタリスト1925ハルキウがホームスタジアムとしている UEFA ユーロ2012の開催スタジアムとしてグループ B の3試合が行われた。ありがとうございます。